はい、ちょっとここから始まりですいません。ですね、今日は、部活終わりでございます。今部活終わりでバス停まで歩いてるんだけど、今日はおばあちゃん家に行きます。放課後直行で向かうのは初めてなんですけど、行きます。で、まあ、ちょっとね、すごい悲しいことがあって、最近なんかもういとこ集まれる人みんな集まって、みんなでおばあちゃんのこと元気にさせよう会が突然昨日ぐらいかなに決まって、お部活もしっかり頑張ってきて、もうね、もうすぐバスの時間も来るので行きたいと思います。でもバス停組んで行きます。やばい、暗い、ごめんなさい。バス降りました。で、今歩いて向かってます。なんかここら辺のバス降りたことなくて、ちょっとわかんなくて、なんかすごいちょっと遠いところ、近いところあったのに、一個遠いところ行っちゃって結構慣れてる。今結構歩いてるんですけど、頑張って歩きます。で、なんかバスの中でも撮りたかったんだけどさ、動画さ、なんか生徒と先生いて気まずくて撮れなかったちょっと陰キャ出ちゃった、まあ、ということで、今向かっておりますので、はい、もう寒いんで早く行きまーす。はい、はいはい、久しぶりばあちゃんはい、久しぶりはい、落ち着きました。あ、お邪魔します。ママもいます。はい、ママも先着いてました。はい、じゃあご飯を。美味しいご飯を食べます。はい、はい、買ってきたんです。すごい。お寿司とね。すごいな。今日は豪華だね。うん、そうだね。何の日だ？美味しそう。見てこの、ま、周り。ほら。かわいいよね。ね。ちび寿司。さあ、一番好きなのからいきましょう。はい、どうぞ。え、一番好きなんですか？はい、乾杯。あおちゃん大好きだね。乾杯。あ、そうだ、なんとも好き。あおちゃんもいくらあるだから。やったー。乾杯とかしないでよ。乾杯とかしないじゃん。じゃあいただきます。はい、どうぞ。いただきます。同じだね、好きなのね。うん、あ、醤油つけない方？うん。あ、醤油つけるわ。つけない派。さあどうでしょうか。美味しい？うん。ね。今日はね、いっぱいね、来てくれてんのね。みんなで、ね、今日はね、いっぱいなの。イカリング大好き。イカリング大好き。ばあちゃんの好きなのばっかりなんだよね。もうイカリングも大好きだし。ね。なんだ、同じだね。ね、イカリングも好き。大好き。大好き。おいしい。よかった。かわいい。ゆっくり食べましょうね。はい。何やってんの？寝っ転がってる。この角度が寝ちゃいそう、うんうん。マッサージチェアです。おばあちゃんの寝るところです。ここ睡眠ですか？はい、うん、睡眠です。もう気持ちいいんだ。ね、そうそう、はい。お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱい。いっぱい動いて疲れました。そうだね。エクレアも食べたしね。お腹いっぱい。うん、あ、よかった、うん。カロリーカフェインだったよ。じゃあ紹介してあげて。何？これはよろしいですわ、ね、私みたいなおデブちゃんでも。ね、面白い。ね、面白い。はい、じゃあ帰りましょうかね。はいはい、じゃあ気をつけてお帰りください。ば、うん、はい、あちゃん今度本当に手作り料理食べてみたら、手作り？ばあちゃんの美味しすぎてダメだよ。太っちゃうからダメ。ダメだね。ママの方が上手だってよかったね。よかったね、ばあちゃんの美味しいんだよご飯、うん。食べたいね。また来るね、はい、バスの通り道だから、はい、そうそう、本当寄って、うん、いろいろとね、そうそうそうね、はいはい、じゃあ帰りましょうか。じゃあね、バイバイ。はい、よいしょ、ただいまと、おかえりなさいって。はい、痛いって。ばあちゃんとご飯楽しかったね。楽しかったね、久々に、うん、また突然じゃピンポーンつって学校帰り、うん、ヤッホーっつって喜ぶよ、うん、きっとね、行く、うん、タオルが、あ、ビーバーイジャイアン、乾かしてるみたいだけど、乾かしてるわけじゃなくて、でもこういうのさ、飾り方あったの、あるんだよ。あ、そうなんだ。そっか、知らないからね、ママ。てか、手どうしたの？うん、あと、自分で描いた可愛いっしょ。なんで？なんで？なんでも、うん、
可愛いでしょ。そう、なんか話したいことあったんだけどさ、なんかコメントとかでなんか修学旅行どこ行くのみたいな聞かれてたんですけど、書いてくれた方ね、いたもんね。答えたいと思います。プルル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 ルルルルルじゃん、日本。ごめん、滑った。そうね、沖縄です。人生初の沖縄です。そうなんだよね、実は行ったことないんです。九州地方以外は全部行きました。あ、そう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 。旅行で行ってないんだよ。山口県行ってないもん。まだ。そうなの？うん。山口行ってないんだ。で、九州じゃないの？九州じゃないけど。だからね、ちょっと楽しみ。うん。なんかさ、国際通りでさ、自由行動みたいなのあるじゃん。なんかおすすめの場所とかさ、あ、教えてください。なんかもう店めっちゃあるじゃん、調べたら。うん、すごいよね。あと買っといた方がいいの、沖縄で買っといた。お土産、お土産、あ、これはいいよとか。そうあとあれじゃないの、それこそさ、なんかお昼ご飯とかさ、なんかそこで食べるんでしょ多分。なんかハンバーグあるよね、沖縄限定の。あとアイスとか。アイスあるよね。あのね、迷ってんのがオリオンビールの T シャツを買うか、ウミンチだっけ、なんだっけ、カイト、カイトで、そうそうそう、の T シャツ、どっちか欲しいなみたいな。なんかみんな定番でさ、買うんでしょ。そうそうそう、ただ、オリオンビールはさ、ドンキで持ってんじゃん、って思っちゃう。でもウミンチはさ、自分の推しから買えるじゃん。何色ですか。オレンジがいいけど、なんか先輩でオレンジ着てる人いなかったから、もしかしたら売ってないのかもしれないから、ピンクかな。そうそうそう、もし言ってなかったら。言ってなかったらね。もしなんかよくわかんないけど、オレンジのなんかユニフォーム着ちゃう。結局オレンジオレンジってことで。そういうこと。やばいね。やばいよね。で、オレンジの靴下履いて。わお。やばいですね。やばい、本当に。まあ、てな感じで沖縄に行くので、よかったら、その、国際通りで行った方がいい場所と、買った方がいいお土産、言ってください。食べといた方がいいもの、教えてください。あれ、自由行動って、そこだけ？ちょっとまだ分からない。しおりは渡されてないから。そうか、ちょっとまだ分からない。ちょっとまだ分からない。そうか、でも楽しみですね。楽しみ。うん。まあ、てな感じで、今日はおばあちゃん家に行って、みんなでご飯食べて、あと修学旅行の質問来てたんで、答えました。楽しかった。楽しかった。部活終わりだけど、本当に部活終わりかなってぐらい楽しかった。そうだね。また行こうね。行こうね。また行くね。そうだね。また行くね。また行くね。ばあちゃん、いいことね。よろしくね。よろしくね。次はばあちゃんのご飯が食べたいな。ばあちゃん、本当に美味しいからね、ご飯。いや、それはさ、パパからママからも聞いてるから余計気になるわけよ。そうだよね。ということで、お願いします。はい。それじゃあまたね。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね。